4月4日木曜日朝7時36分のホームポイントは、かすかなうねりの丘、気温22度、風も、風はどうなのか、松の葉っぱがちょっと揺れてます。風は強めのオフショアですね。強めっていうか、そんなに強烈ではないけども、まあしっかりしたオフショアが吹いてますね。おお、なんか うねりが変な、おお、なんだこのうねりは、なんだこのブレイクは、面白いなこれ。何これ、こんなブレイク見たことないな。ちょっとパラパラっと小雨も降ってますね。変な感じですね。波打ち際行ってみましょうか。傘がいるかな、これ。結構降ってますね。不思議な天気です。ホームポイントの右もオフショアで、うねりの筋さえ見えませんね。すごく綺麗ですけどね。綺麗な5月の海。なぜかオフショアでこんなに天気がいいのに、背後からパラパラと小雨が降っているので、今傘を差して撮影しています。